おはようございます。橋本海です。本日はですね、僕がよく聞かれる漫画家と漫画原作者の違いって何なのっていうのを特別編として3つ用意をしておりまして、作画をしない、自由なお話は書けないよという部分、書いたネームがそのまんま漫画にはなりませんという部分のお話をしていけたらなと思っております。漫画っていうのも、漫画家という職業っていうのもですね、いろいろありまして、その中でも大きく分けられているのが漫画原作者っていう部分だと思います。どういった仕事の分担があるのと、バクマンでしか見たことないよという人がたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、漫画家っていうのは一括りによく言われるんですけれども、全部やってしまう人を純粋に漫画家という形になりますね。じゃあ全部っていうのは作業の工程として5つあると思うんですね。まずお話を考える、2つ目がそれを文字として書き起こす、ネームにする、そのネームの後下書きをする、でその下書きをもとにペン入れですね、最後に仕上げでですね、漫画原作者っていうのはどこまでやるのっていうと、工程の2つ目、お話を紙に書き起こす、ネームにするという部分になります。このネームにするという部分でもいろんなやり方っていうのがありまして、僕みたいにですね、いわゆるネームですね、そのまんま清書にしてくれれば漫画になって売りに出せますよという形のネームを書くという人もいます。小回りをして中に絵を入れてセリフを吹き出しで書くという形式ですね。この吹き出しに書くセリフっていうのはワープロ打ちのした文字で入れる人もいれば、手書きでセリフを入れてそのまま出すっていうタイプの人もいます。他にもですね、小説風に文字をバーッと書いて、これを漫画に起こしてくださいっていう風な形で漫画原作っていうことをやってらっしゃる人もいれば、絵は一切入れずにですね、小回りをして吹き出しでセリフを書いて、こういうシーンです、こういう表情ですっていうのを書くだけというような人もいます。そのあたりはですね、原作の方のスタイルとかそれまでやってきたことに左右されますね。そんな感じでですね、漫画の原作っていうのは作業工程でいうと大体2段階目までやってるんですよということになります。でもっと具体的に漫画家と漫画原作者の違いっていうのはどこにあるのかっていうのを細かい部分でお話をしていきたいと思いますので、本当に漫画原作者でいいのか、それとも漫画家を目指すというふうにシフトチェンジしていくのかっていうのを見つめ直してもらえればいいかなと思います。では漫画家と漫画原作者の大きな違いっていうのを3つ用意をしておりまして、先ほどお伝えした作画をしないというポイント、自由なお話は書けないよという部分、そして書いたネームがそのまんま漫画にはなりませんという部分の3つになります。まず1つ目はですね、先ほどもお伝えしました通り、漫画原作っていうのはですね、あくまで第2工程までしかやらないので作画はしませんということになります。作画は絵が上手な先生とか、考えたお話に絵がマッチしている先生に頼むというようなことになります。この作画の先生を頼むっていうのはですね、多くの場合が編集部で選んでくださいます。なかなか自分で連れていく、探し出すっていうことはないですね。バクマンみたいにですね、最初からコンビを組んでやりますっていう時は、自分が原作をやるから作画を頼むよって誰かお願いして、その2人で一緒に出版社に持ち込みをしに行くという形になります。僕もですね、デビューする前、漫画家志望だった頃に友達に作画を頼んで、自分が話を考えて2人で持ち込みをして、お話の部分の指導は僕に、そして絵の指導については友達にっていう風に分けて指摘をしてくださっていました。なんで作画をしないっていう部分は自分の作業に対してのメリットがあります。では2つ目ですね、自由なお話が書けないという部分に迫っていきたいなと思います。自由な話が書けないって何なのっていう風に思ってると思います。新人賞を目指すっていう方はですね、まず自分でお話を考えてそれをネームにしてって、さっきそれこそ作業工程で言ったじゃないかっていうふうに思われてるかと思うんですけれども、漫画原作っていうのは作業の第2工程までしかやらずに原稿料をもらうということになりますから、絵を描くっていう負担が少ないわけですね。その分しっかりとお話を煮詰めてくださいねということで漫画原作っていうものが存在しているわけなんですね。例えばジャンプに載っているような能力バトルとか、恋愛漫画でいうところの女子高生がイケメンと仲良くなって最後恋に落ちていくみたいな爽やかな恋愛ものみたいなやつは、漫画原作者に求められる話ではないんですね。
漫画原作者にどういうお話が求められるかと言いますと、専門的な知識が含まれているお話になります。例えばですね、よく時代劇ものの漫画だと原作と作画と分かれていることが多いと思うんですけれども、やっぱり歴史もの武将ものってなると、その人物をめちゃくちゃ調べないと書けないですよね。でも作画までしてると締め切りに間に合わないから調べて書くっていうことは難しくなります。ただですね、漫画原作者っていうのを間に挟むことで締め切りまでの間をフルにネームに費やせるわけなんですね。だからこそ調べる時間を含めてネームまで持っていって、あとはお任せしますっていう風な形式を取ることでなんとか間に合わせている。その分内容が濃い漫画が出来上がりますよということになります。例えばアニメになりました週末のワルキューレという漫画はですね、いろんな歴史上の人物が神様と戦うという漫画なんですけれども、めちゃくちゃその人物を調べて、さらに相手する神様のことも調べて、見ているギャラリーも全員歴史上の偉人みたいな状況になっていますから、メインとなるキャラ以外にもたくさんの人物の経歴とか調べた上で想像を膨らませてお話に乗っけるというたくさんの工程を漫画原作者はやらなくてはいけないということになります。なのでですね、普通のジャンプ漫画で自分で能力考えてこういうの描きたいなとか、爽やかな雰囲気の恋愛漫画描きたいなとかあると思うんですけれども、そういうのは漫画原作者には求められていないということになります。今ですね、異世界転生ものに関してはナロー小説からのコミカライズっていうのがほとんどになりますので、そういう場合は原作と作画に分かれているケースは多いんですけれども、それは漫画原作者ではなくてあくまで小説としての原作というものがあることになりますので、勘違いがないようにしてもらえればいいかなと思います。では3つ目ですね、作ったネームがその通りの漫画として上がってこない。漫画原作っていうのはですね、ネームまでやるっていうふうに先ほどお話をして、しかも知識をいっぱい入れて調べ物をたくさんしなくてはいけないよという話をしたんですけれども、それをネームが出来上がってまず編集さんにお渡しするわけですよね。で、編集さんから OK が出ましたら、それが初めて作画の先生に回っていくことになります。ここでですね、作画の先生のタイプによってはネームがそのまんま上がってこないということがあります。でもそれはどういうことなのかって言いますと、原作っていうのはあくまで原作なんですね。それを漫画にするのは作画の先生ですよということになります。でですね、作画の先生もやっぱり漫画家を目指してそこまでの地位に上り詰めてる先生ですから、自分で考えて話を書きたいなと思ってらっしゃる先生がものすごく多いんですね。となりますと、原作があっても、いやここのコマはこう大きくした方がいいなとか、その先生の好みに変えられていたりとか、ネームを読んだ時に受け取る感覚って人それぞれ違いますよね。なんで僕が例えばこの気持ちは A っていう気持ちだっていう風に書いていても、作画の先生がここは B って思ってるんだなっていう風になりましたら、そこは B として上がってくるということになります。それでですね、その間でいろいろやり取りがありますね。作画の先生が作った下書きを見せてもらって、いやここはこうなのでこうしたらまずいですよっていう理由をつけてお返ししたり、こここう書いてくれたんですね、ありがとうございますってこっちが受け入れるということもあります。それでですね、最終的に原稿として仕上がってきた絵をまた見て、その時点で直せる部分を直してもらって、最終的に OK ということになるんですけれども、それはですね、担当している編集者さんの仕事のやり方によって、その直しをするチャンスを原作者にくれるかどうかっていう部分が変わってきます。そもそも原作者に最終的なチェックは回さないよという編集さんもいれば、めちゃくちゃチェックをさせてくれる編集さんもいます。つまりですね、人の手がかさむということはですね、その分意見が入ってくるということになりますので、最初に考えた形っていうものはどんどん違った方向になっていきます。もちろんですね、このネームはこうだからこうしてくれ、いやでも作画でこう変えたいですみたいなバチバチのバトルをするというようなこともあるというふうに僕は聞いています。まだ僕はですね、したことがないんですけれども、そういうバトルをしてしまうと作画の先生がですね、書かないって言って、その企画がなくなってしまったり、無視して書かれてしまって悔しい思いをするしかないとか、そういうこともありますけれども、漫画原作者ってあくまでネームっていう第二段階までしかしませんよという、その後の作画っていう大変な作業っていうのは丸投げしているような状況なので、やっぱり立場がちょっと弱いかなと僕は思っております。
もちろんですね、その業界の中では原作あっての作画だからっていうふうなことは言ってくださるんですけれども、僕たちがいくら面白いお話を考えたとしても作画の先生が書かないって言ってしまったら、それはもう原稿にならないわけですから、言い方は悪いんですけれども、作画の先生が言ってらっしゃるんであれば従います、いつも書いてくれてありがとうございますみたいなスタンスでいる必要があるのかなというふうに僕は思っております。はい、という感じでですね、ちょっとネガティブな内容になってしまったかなと思うんですけれども、漫画家と漫画原作者の違いっていう部分をお話ししてきました。漫画家はですね、やっぱり自分で全部一人やるっていうことなんで、担当編集者さんが OK ですよって言ってくれましたら、もうその後は自分が好きなストーリーを思うままに書いて願望を思いっきり詰め込めるんですけれども、漫画原作者はそうはいかないよという話になりました。でもですね、漫画原作者が悪いことばっかりあるなっていう風な感じてらっしゃるかもしれないんですけれども、そういうわけでもないんですね。まあ、何より漫画原作者はですね、ネームまでしかやらないという利点がありますから、作品をたくさん書けるということになります。つまりですね、原作がいっぱい出せるということはですね、それだけヒットするチャンスがあるということなんですね。数打ち当たるっていう言葉が言い表している通り、本当に数を打ってヒットにつなげていくということができます。もちろんですね、その数を打っていれば自分がネームを書くスキルというものもどんどん上がっていきますので、その分人よりも面白い話を書けるようになるというランクアップ的な部分はチャンスが多いと思います。その分ですね、絵を描くという頻度はあんまりないかなと思いますので、自分で将来的に作画もしたいなと思っている方は、ネームを書いて残りの時間は自分は絵の練習をするぜとかいうふうなことをしてもいいのかなというふうに思っております。本日はですね、漫画家と漫画原作者の違いということについてお話をしてまいりました。こういった質問はですね、動画で個別にお話をしていけたらなと思っておりますので、また今年もよろしくお願いいたします。では失礼いたします。橋本海でした。